ポーは一番書道は何回考えてもぶっ壊れ龍です。さあ本日なんですが、スーパーロマン砲を打っていきましょう。皆さん以前ですね、私がカオスフィールドを使いまして、アーカライトマジシャンでなんか相手のカードをなんか全部破壊するっていうデッキご紹介したのご存知ですか？覚えてますか？あれのね、究極進化系ですね。ディスコードにですね、新しくメブクで組んでた人がいて、確かにそれあるなと思ったんですよ。墓地よりメブクモノっていうスキルを使って、スポーワを一番初動にすると、スポーワから御用 D 御用 D 出して、ゼンマイ、ゼンマイティ出して、ゼンマイマジシャン出して、スポーワ特殊召喚して、ゼンマイティと7シンクロが出るっていうギミックがあるじゃないですか。これがこのカオスフィールドとすごく相性が良くて、実はこれカオスフィールド貼ってからスポーワを召喚して、で今の展開をするとですね、このカオスフィールドにね、カウンターが溜まるんですよ。これカオスフィールドがどういう効果を持ってるかっていうと、まあ、とりあえずカオスソルジャーか、ゲシモンスターか暗黒騎士ガイアを持ってこれるよっていう、まあ、カードになってるんですけども、このカードがフィールドに存在する限り、お互いの手札フィールドからモンスターが墓地を加えるために、1体につき1つこのカウンター、このカードにカウンターを置くと、でカウンターを3つ取り除くと儀式が差しできるよっていう効果を持ってるんですけども、これねシンクロ召喚連発するんですよ。スポアと芽吹くって。全部で、4回墓地行くんで、モンスターが。だから、4個乗るんですよ。カオスフィールドに。だから、なんとですね、カオスフィールド立てて、カオスソルジャーをサーチしながら、スポアで、展開して、ゼンマイティエヴァリーとかゼンマイティアーカナイトをしながら儀式がサーチできるっていう。だから、儀式モンスターも儀式魔法もサーチできるくせに、エヴァリーとかゼンマイティが出るんですよ。これめっちゃ強いですよね。ちなみにめっちゃ上振れないといけないんですけども、コンボパーツは多いんで。なんですけど、これできるとすごい楽しいですよね。カオスフィールド発動して、局所持ってきてスポーアなので、あと、儀式素材か。まあ、光7、闇1っていうパターンか、光4と闇4っていうパターンか、どっちかなんですけども、なんで4枚コンボですかね。4枚コンボで、マジでやばいこと起きるんですよね。でこれが、めちゃくちゃ見てる分に多分楽しいと思うんですよ。なんでちょっとね、皆さんにお披露目していきたいなというふうに思っております。もうね、なすすべなし。これが決まったら、めちゃくちゃ暴れ回る。暴れ力って感じなんで、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、オースチン・オブライエン選手、ちょっと頼む。うわ、ブレイフだ、来い。あ、悪くない。あ、強い。強い。悪くないっていうか、めっちゃ強い。めっちゃ強い。ネオスージオッケー。悪くないっていうかめっちゃ強い。あとは光なら失踪か、もしくはレベル4のなネオスがもうどうでもいいわ。ネオスがもう開脈の効果でいくらでもなんとかなるんで全く関係ないんですけど、バレットはいいですよ。光界闇のなんかねやつ来てくれるとねすごい嬉しいんだけど、あーかぶっちゃったか。まあ、しょうがないね。これって倒せんのか。3… あでも3500だから突破できるか。3500は勝ちだ。カオスソルジャー持ってどっちでもいいけどな。こっちでいいか。別に今回このターンではちょっと出せないんで申し訳ないんですけども、なんでとりあえずこれで上振れてレベル3の御用ディフェンダーを進化召喚していく。さあ1枚ショートスポーですよ。これはもう芽吹くブラマジでもやりましたしね、いろんなゼンマイデッキのところでもやりましたけども、この1枚でねここまでつながるっていうね、これが最強リンクスカイ圧倒的1枚初動ムーブ。1枚初動でリンクスカイ一番強いカードなんだろうって言ったらスポアですからね。これこうしてでこうしてで皆さんここで皆さん普通はエバリーを出すじゃないですか。フォーチュナでエバリーを出すでしょ皆さんね。違うんですよ、私はレベル4のゼンマイマジシャンにレベル3スポーアをチューニング。いけアーカライトマジシャン。そしてアーカライトマジシャンの効果発動、カオスフィールドからカウンターを取るとき相手のモンスターを破壊していく。あウィンダーウィンダーダリダルすぎ、それはダルすぎる、マジで。ただめっちゃ強いの見せてるからな、めちゃくちゃ強いってこと見せてるからな。でこれあれだろ、どうせイルカだろ、
イルカ効果で破壊できねえんだよな、めんどくさ、突破できひん。で、ネオスは行こう。で、これネオスイちゃん使うでしょ、はい、関係ねえんだよ、関係ねえんだよ。アーカライトマジシャンの効果発動、お前はもう一度破壊できない、よっしゃ。儀式魔法サーチしておこう。さあ、これによって儀式魔法を手札に加えていく。本当だったらな、本当だったらこれで勝ってんだけどな、なんか、あんなのいるか、うっとうしいわ。ふざけやがって。混沌沼が単位しなければ勝ってましたね。何もできないんで、ちょっとね、いるか止まなかったんですよね。いるか止まなかったんですけども、もうしょうがないですね。あとさ、これかわいそうだよね。1500と2400で、ギリギリワンキル届かないっていうかわいそうな打点。かわいそうすぎる。ボルカリックバレット、オッケー。これ、ファイアーリロード召喚獣ですね、多分ね。ファイアーリロードネオス召喚獣か。セットセットで多分ファイアーリロードしてくるんでしょ、はい、いいですよ。で、ファイアーリロードオッケーです。オッケーオッケーオッケー、しょうがないね。はいよ。いるか無限に突破できないんだけど、うっとうしいわ。で、とりあえず、カオスソルジャーをまずは、サーチしていきましょう。さあ。でですね、アーカイドマジシャンの効果を使って、バックを全部、まあ、全部とは無理だな、全部は無理だ。破壊していきましょう。さあ、そいつはなんだ、ほら、それなんだ、それなんだ、破壊させろ。デモンチェンドやめて、やめてよー、やめてよー、もう勝ったと思った、やべえの来たわ、本当に。ちょっとこれ許してお願いします、許してください、そこらしょとやめてください、やめてください、全妨害食らうっていうね。トラップカードのいわゆる全妨害食らうっていうね、リンクス会におけるやばいよな。でですね、スクラップドラゴンの効果はちょっと一回これでいいっすね、これでもう、これちょっと儀式の方マジいらないんで、1枚これいって、で相手のセット破壊したいです。さあ破壊させてくれ、頼む、 OK、 召喚マジ OK、 そして挑戦士の方が発動、俺は手札の光属性モンスター、やったー、あぶねー、ペトルフィンマジでやめてください、本当にお願いします。さあ、お相手の方、パンドラ選手、よろしくお願いします。デュエル3倍、墓地より芽吹くもの、あ、反動は結構強い、局所引きたい。頼む、局所を引いてくれ、頼む、なんだこれ、光の援軍もいい、光の援軍もどうでもいい、光の援軍とかマジでどうでもいいから、オッケー、はい、でもいい、全く問題はない、いいぞ。エヴァリーでもアーカライトロード何でも出せ、墓地でカイトロードとか落ちないから、でもライトロードは、ステゴサイバーくらいだろ、ステゴサイバー落とすな、ステゴサイバーやめろ、あー、マジカライズ、あー、エヴァリーキャバルリーか、キャバルリーつらいな、ちょっとキャバルリーはやめていただきたい、そこでストップし、あー、ありがとう、ありがとう、あ、強い、強かった、バックがあっても強かった。そしてカオスソルジャーを手札に加え、そして僕はスポアを召喚、スポアの効果、あ、じゃなくてダークバーチャーの効果、そしてレベル3の御用ディフェンダーを新規の召喚、そして御用ディフェンダーは仲間を呼ぶことができる、御用ディフェンダーの効果、仲間を呼ぶ、そしてレベル3が2体来るぞパンドラ、来るぞパンドラって言ったもんよ、ゼンマイティを特殊召喚、そしてゼンマイティのモンスター効果発動、オーバーレイユイトを1つ使い、デッキからゼンマイマジシャンも特殊召喚、そして墓地のスポーアのモンスター効果発動、ゲームからダークバージョンを除外し、レベル3のチューナーとして特殊召喚、ゼンマイマジシャンにレベル3スポーアをチューニングしていく、新規の召喚、フォーチュンレディエヴァリー、そして混沌の場カオスフィールドの効果を発動、デッキから儀式魔法を持ってきて、さらにそのまま儀式魔法を発動、挑戦士の方が僕は手札に存在する光属性、そして闇属性をデッキから墓地に送ることによってカオスソルジャーを特殊召喚、そしてカオスソルジャーに付与されたモンスター効果、あ、もちろんそれを発動しない、神ゲー、この展開力がね、神ゲーたるゆえんです。さあ、お相手の方、ペガサス・ジェイ・クロフォードさんですね、よろしくお願いします。デュエル3倍、あー、まあこれはエヴァリーよろしく、行くしかないだろう。
ダークバージョンの効果は、まあ、スポーはさえ引ければね、とりあえず展開できるっていうのはいいところですね。で、一応ディザーズ来てるんで、コズミックサイクロンが打てれば、儀式の使い手ができるといったところ。これは、フィールドが3枠なのでまだ許されてますけども、フィールド5枠だったらこれマジでやばいですよね。ゼンマイティでこれ、この動きね、スポーは1枚からどんだけ展開するっていうね、これぶっ壊れてるような。さあ、で、スポーアの効果、スポーアの効果によって墓地のダークバージョンをゲームから飛ばし、4-3 で特殊召喚していく。さあ、エヴァリーを守備表示特殊召喚しておこう。これがね、カオスフィールドがあったらね、めっちゃぶっ壊れてる展開だったんですよね。これカオスストーチも出せるし、なんか下品魔法も立ち切るみたいなね感じだったんですけど、カードセットしてターンしろ。さあ、来いペガサス。なん、とりあえずスポーアさえ引ければこの展開できるってやっぱね、すごいね。コズミックね、あー、コズミックサイクロン OK、 コズミックサイクロンで、コズミックサイクロン、まあでもこれ抜かなくてもいいか。まあこれね、あの儀式するために抜いとくっていうね。高等儀式きた、高等儀式術。さあ、高等儀式の効果によって何が出てくるんだ。これはブラックマジシャンですか、マジシャンオブカオスですかね。そろそろ、誰、カニグモ誰やねん、誰、やばい、それはやばい、やばい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 、違う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 、カニグモってブラックアイア出た、カニグモを装備している、カニグモってなんだよ。デュエルリンクで笑い取りに行くのやめろ。